再開していきましょう。北への実況の1日目の後半って形になりますね。なんか北海道に行ってこいってお母さんに言われて、渋々飛行機に乗ってこの札幌の平岸にある春野家二人暮らしよね、母と娘二人暮らしの春野家に主人公の遅刻アザラシさんはやってまいりました。高校2年生だそうですね。おばさん臭いスーパーのチラシ見るの、ラルズストアとかも今あるんですかね。北海道民教えて。今日はカニの特売日です。カニの特売日です。車とかがめっちゃはっきりしとる。そのぼやっとした背景だと思ってたのよね。すっげえしっかりカニクリームコロッケだよ。感動ものなんだが、ニラ198円、大根が100円、これなんだろうな。ココロわからん。ココロちゃん3倍2倍、焼肉バーベキュー。小鳥ちゃんは慣れた手つきで買い物かごに遊びている。僕は野菜は嫌いだというバカか。ありがとう。野菜は嫌いだという。それじゃあお言葉に甘えて。ありがとうございます。荷物ぐらい持つよね。男ならそれぐらい当たり前ですよ。当たり前ですよ。ラルズストアで顔がカードがあるから、めっちゃ綺麗に見える。うん、グリーンカードって言っても。この顔を見てさ、普通は違和感を抱かなくちゃいけない。たくさん貯めると景品がもらえるんだ。そういうのってなんか得した気分にならない？なるなるね。で、そのね、この顔がね、まあちょっと斜めを向いてるっちゃ向いてるんだけど、まあほぼ正面向いてると考えた時に、これで顔をなんだろうな、反転、左右反転みたいなのすると相当崩れてると思うのよ。こういう顔、こういう描き方してると。でも、こう見てるときに違和感なく見えてるって言うんだったら、俺はこれでもいいと思う。うん、絵の描き方としてね。だから、絵描くときって、右左を逆さ、例えば裏にして紙を透かして見なさいみたいなのもあるんだけど、こう見てるときに違和感ないって感じ、ここと角度とかがさ、相当こっち角度ついてるじゃん。こっちは縦だけど、こう見た時にそんなに違和感ないって感じるんだったら、感じるというかそういう風に自分の目で見てそう認識できるなら、別にそれでいいんじゃないかなと俺は思いますね。絵描く時にそんなにこうセオリー大事にしなくてもいいみたいなね。セオリーというかその整合性取れてなくても、その絵として自分の目で見て、まあ間違ってるかもしれないけどいいと思えるんだったら、それでいいと思います。思います。でしょ？ポイントが溜まってくると頑張ったぞって気分になるの。結構こう、だからこう。でもね、溜まったら溜まったで、右側半分の輪郭がこう傾いてるけど、でもこう見て違和感なく感じるから、こういうのって。さてと、お買い物も済んだし、そろそろ帰ろ、お兄ちゃん。はい、帰ります。うだうだと喋っていた。こういうのなんかマジックだよね。絵のマジック。にゃー、ただいま。にゃーにゃー、あら、あらおかえり。あ、お母さん、神崎すみれみたいな目の下にほくろがある。あ、来てたんだね。しばらく見ないうちに大きくなったね。あの富士久しぶり富士葵も目の下にほくろがあるよね。おとりの母親の春のよ、藤井葵って誰だよって思うよね。こういうキャラクターとかの、神崎すみれ、北へ藤井葵、藤井葵ってアニメでもなければゲームでもない、バーチャル YouTuber の藤井葵です。藤井葵はね、一番初めに VTuber として、あ、この子襲った子ですね。寂しいおもちゃじゃないもん、可愛いおもちゃ。 VTuber 界のスーザンボイルと呼ばれていた、はいはい、今はそろそろ側もね、めちゃ可愛くなって、クラウドファンディングにね、お金を出そうかなと思ったぐらいなんですけど、ちょっとタイミング悪くて、そっちでお兄ちゃんとお話ししてて、あ、あっと思って間に合わなかった、うん、お兄ちゃん。クラウドファンディングでお金をかけて美人になったんですね。昔に戻ったみたいだね。覚えてるかい小鳥と私と死んだパパの3人で東京に
あるあんたの家にお邪魔して。全然覚えてない。話が盛り上がってるらしい。よくおばさんの昔話はそれから40分ぐらい続いた。40分で大変好きだな。さっきから千歳から札幌までの時間40分。でもこれも昔だから今だったら少し早くなったりするかもしれないし、なんなら北広島市に、はい、あれだよね、北海道の日本ハムの本拠地が移動するとかみたいな、どうだったのかね。それでもしかしたら北広島駅みたいなのができたりできなかったりするのかなと思ったり思わなかったり。このメニューだとちょっとなんか物足りないよね。ちょっと物足りなくない？ただカニクリームコロッケを自作するんだったらすげえって思う。遠慮しないで。もうこれをもしもこれが自作のカニクリームコロッケだったら十分よ。ポテトのビシソワーズ、ビシソワーズ、ビシソワーズって言葉は期待で知った。だからこのメニューがビシソワーズってことは俺は知っている。当然のことながらジャガイモのビシソワーズなんですね。冷たい冷製スープのことをビシソワーズという、うん、あんまり聞かないよね。ベースとなっているコンソメの味加減も絶妙だ。そして上に乗せられたハーブが見た目にも香りにもアクセントを加えている。ホテルなんかだとゼリーっぽくなったコンソメが真ん中に乗ってたりするんだけど、あ、今回はズルして固形コンソメを使っちゃいました。ちなみにそのハーブはベランダで栽培しているフレッシュチャービルです。今目の前に蚊が飛んでるんだけどさ、北海道で蚊もいないんだっけ？カモいないんだ。ゴキブリがいないだけか。カモいないのか。どうなんだ。めっちゃ今目の前に蚊が飛んでるんだけど。スープを初めて飲んで感激しちゃって。配信環境が。それ以来ずっと研究してるんだけど、どうしてもあの時の味が出せないの。やっぱりコンソメのせいなのかな。まあコンソメのせいってのはあるかもしれんね。次サラダ。アスパラガスも一品一品この濃厚な食レポ。これが期待の魅力なんですね。食べ物が美味しくなさそうに見える。これね、写真の撮り方が悪いよね、単純にね。普段食べているアスパラよりずっと太いけど全然硬くなっていない。東京のアスパラは筋が多くてえぐい感じがするけど、このアスパラは甘い感じだ。今からね、20年前のゲームなんでね、多少流通もそんなにスムーズじゃないってことなんですかね。普通に東京でも北海道のアスパラとか食えると思うけど。茹でたアスパラにみじん切りの玉ねぎと赤ピーマンを乗せてみたんだ。ドレッシングはオリーブオイルに粒マスタード、それとバルサミコ酢です。頑張りすぎないよ。それはドレッシングはどこに凝って作ったわけじゃないけど、そんなに気に入ってくれたなら嬉しいな。相席食堂みたいにツッコミを入れていきたいね。うん、千鳥も岡山出身だし、相席食堂ばりになんかツッコミを入れていきたい。カニクリームコロッケはなかなか作り方わからんよね。日本三大作り方のよくわからないメニューの一つだよ、カニクリームコロッケ。残りあと2つはなんだろうな。何がいい？マシュマロとグミ、ガム、ガム。ホワイトソース、カニ褒めてもしょうがないでしょ。カニクリームソロコロッケのカニを褒めるやつがどこにいるんで。マシュマロと、まあ、グミはね、ゼラチン固めたらできるか。ガム、ガムってどうやって作ってるのかわからん。日本三大作り方がよくわからない料理、その一角。クリームコロッケはホワイトソースを一旦冷やして固めてから衣をつけてあげるんだよ。ホワイトソースを一旦冷やして固めてから衣をつけてあげる。柔らかすぎると形が作りにくいし、そうだろうな。硬すぎても美味しくないし、そうだろうね。お母さんを実験台にしてずいぶん研究したよね。カニクリームコロッケがうまい女の子とか、はい、多分いないよな。日本に多分いないよな。 1% もいないと思う。や
0.1% とかそれぐらいの単位だと思う。今の日本でさ、あの料理が普通にうまい女の子って多分ほぼほぼいないと思う。そんなことないよ、勝手な解釈だけど。女の子ね、うん、ママさんとかになってたらわからん。ねえお兄ちゃん、うん、明日私札幌の町案内しよう。まあでもママさんレベルでもカニクリームコロッケ作れる人なんて10%いないんじゃない。うん、あっ、カニクリームコロッケの話してたらチャンスを逃したぞ。バカなのかな。これも先行き不安ですね。一人ぼっちの札幌観光になってしまう。やべえ。やば。お兄ちゃん入っていい？今すごい焦ってます。いいよいいよ。変な服、ね、お母さんがこれ使うといいよって。あ、はい。ビッグラン北海道を手に入れました。コマンドガイドブックが使えるようになりました。わー。それじゃあ私もう寝るね。それと、はい、お風呂沸いてるからいつでも入って。はい、おやすみなさい。はーい、入ります。いやー、ちょっと冷や汗だな。ええんだろうか。ビッグラン北海道、とりあえず北海道地図見てみる。地図ロードしています。おー、拠点まず札幌、ペリン。産業の中心は第三次産業、特に卸商小売業や、サービス業の割合が高い。工業はビールや乳製品などの食料品が中心となっており、出荷額は道内1位である。札幌市のホームページアドレスは下記 http://www.city.sapporo.co.jp/。 今もこれ使えるんですかね。興味のある人は打ち込んでみてください。 URL メモリーカードに登録しますか。登録するとなんかあんの。さあ、その地域の情報を教えてくれるんだ。はい、札幌。じゃあここでいちいち教えてくれるんですね。素晴らしい。 JR 札幌駅地図データをロードしています。おお、まだ Google マップのない時代ですよ。JR のほか地下鉄南北線とも連絡する札幌の玄関口、地下にはショッピングモールパセオがある。旧北海道庁や時計台はここから徒歩10分。さっきと違うホームページかな。違うっぽいね。 JR 北海道だね。メモリーカードに登録って何なの。何なの。紅茶の店アッサンとかさ、ビートルバム、宮古市や宮古市やコーヒーホールステーズステアーズカフェとかあんのかな。昔だからこれはドリキャスでテレビつないでやった頃はこれの文字が潰れまくってて何書いてあるやらわからんって感じだったけどね。これだとくっきり見えていいね、いいね。あ、せっかくなんで協力を見ていこう。協力、メルセデスベンツ日本、ボルボカーズジャパン、羽田空港、丸井今井、新千歳空港、空港自衛隊、東芝、京セラ、クライスラージャパンセールス、フィアット、オートジャパン、ビッグライン北海道、DDI ポケット。え、どういうこと。これはどういう協賛なのかな。このガイドブックの協賛なのかな。ね、今のラインナップ見るとなんかガイドブックだけっぽいよね。はい、ということで今日はとりあえずここまでにしましょうか。ここまでにしておきます。今切ったんだけど風呂のパートがありました。風呂パートもやっていく。札幌に来て最初の夜だ。今日もいろんなことがあったな。椎名碧露とかで見ると香りですね。よく漢字まで分かってんね。春の、これ間違うとさ、なんかあんのかな。これは間違いないけど、私間違えませんので、キリ。
当の妹みたいに思えてくるよな。大里こうだったっていうような気がする。これ間違ってた？なんかあんの？なんかあるの？確か、メルセデス平岸、あーローズヒル平岸ですね。合ってんの？今日一日充実していたし、痛みのよそうな、そんな予感がするな。さて、そろそろ上がろう。いえ。もうすることないよ。寝るしかねえ。はい、ということでね。ここまで。今回はここまでということにしましょう。ちょっとね、もたついたけど最後。寝るパートっていうか、風呂パートがあること気づかなかった。今もしも小鳥に電話かけるとなんかあるのかな？かけてみますか。プルプルプル。この音よ。出ない。もう寝る。もう寝ます。とりあえずここまで。ちゃんとセーブして終わりますよ。さっき間違えてセーブしちゃったんだね。風呂入ってから寝るんだね。そういうとこ。はい、じゃあここまで。次はね、2日目からやっていこうと思います。ほんなら。